こんにちは、翔太です。今回なんですけど、昨日の放置少女の生放送で、出ていた更新情報について見ていこうかなと思います。まあ、なんか昔から見ていたマックス村井がこんなところで、パズドラで見ていたんですけど、マックス村井のことを。まさか放置少女で、まあ、前回から生放送で出てくるとは思いませんでしたね。で、実際、出てきたのが、まず橋本環奈のコラボキャンペーンですね。これはもう始まってるんですけど、なんか UR 戦キャラが出るって、なんか生放送の中で言ってたんで、おそらく橋本環奈 UR 戦アバターが来るんだと思います。で、新キャラの原画が公開されました。まず源義経ですね。まあ、人気のある武将さんだと思うんで、強いキャラになるんじゃないかなと思ってる一方で、伊達政宗みたいな件もありますんで、まあどうなるか見ものですね。でもこっちはもう全然まだまだ原画って感じなんですけど、こっからそれなりに絵ができていて、まずお正月の大将軍ですね。多分これ調教イベントだと思います。なんでちょっと無課金の方は、今のうちに根回しをしておいた方がいいかもしれません。で、まあ、これもどういう状況なんですかね。多分、窓ガラスに体を押し付けてるんだと思いますけど。まあ、ちょっとやばいですね、これは。で、なんか後ろの牛は鼻血出してます。で、次に、諸葛金かな？UR アバか、ちょっと UR 戦アバか忘れましたけど、羽付きの諸葛金が、アバターとしてやってきます。で、次に無料の馬長の UR アバターがいたと思うんですけど、弓章の方ですね。それの UR 戦バージョンが来るみたいです。クリスマス参加の馬長、弓章がやってきます。まあ、これもなかなかどういう状態なんだって感じなんですけど、やってくるみたいです。で、ここから、まあ、更新情報というか改善情報なんですけど、戦機無双のシステムの調整と改善が来ます。で、まあ皆様からたくさんのフィードバックと改善意見をいただいたらしいんで、まあこのご意見をもとに、近々以下の調整をさせていただきます。で、まず1番、マッチング機能の改善。より公平な戦闘環境を提供し、戦闘体験を向上いたします。まあ今、正直言って、もう全然レベル違う人と戦うことになったりだとかして、めちゃめちゃ大変な状況っていうのが続いていたので、まあこれはありがたいですね。レベル160ぐらいのサーバーとかでも、普通に190の人とかと当たったりして何もできないみたいな状態があるんで、まあ、190の人からしたらいいのかもしれないですけど、160側からしたらちょっと、これは勘弁してくれって感じだったんで、まあ、これはありがたいです。で、2、マップの改善ですね。新しい城と城の間の隣接通路を増設し、公平性の向上とともに戦略の趣も強調いたします。ほう。城と城の間に城ができるってことですかね。ちょっとわかん、見てみないとわかんないですけど、まあ、今、私何回かあるのが、初期の城の隣接した城に攻めれると思うんですけど、全部他の方が 隣接してて何もできないみたいな。隣接した城、誰かしらの城になっていて、初期から何もできないみたいなことがちょいちょいあったんで、そういうのが改善されるといいですね。まあ、あと個人的にあれですね、城は固まっといてほしいですね。なんかバラバラに城3つあられると、どこ守ったらいいのかわかんなくなるんで、まあそれが戦略かもしれないですけど、個人的にはそれ嫌やなと思ってます。で、3が対戦持続時間の変更。最大15時間の対戦持続時間を変更し、対戦の戦況により柔軟性をもたらし、対戦の重さを改善します。まあ、正直私、今、サブアカも含めて45分を2回やってるんで、しかも土日にしかやる時間なくてですね、まあ、土日に土曜日45分、日曜日45分って感じでやってるんですけど、まあ、正直大変です。めちゃめちゃ大変で、ちょっとやる気もなくすような部分があったんで、これはありがたいですね。正直、前半の7分半で終わってもらって全然結構なんで、もう後半とかいらないんで、それでお願いしたいなと
思っています。で、4がその他の部分の調整も準備しております。まあいろいろやってるんですかね。で、次に同盟ボスですね。非属団討伐戦、首相で殴るやつ、同盟ボスがあると思うんですけど、新しい同盟ボスをただいま開発中です。で、新しい同盟ボス戦にしてより面白い戦闘を提供し、同盟イベントの参加率向上に努めます。皆様により良き同盟仲間との協力体験を提供できますよう努めます、ということで、同盟ボスが変わるっぽいですね。変わるのか、新しくなるんでしょうね。新しくなって今までのはなくなるって感じだと思います。まあ今までのやつ、首相を育てるか育てないかで、こう、もらえる貢献値っていうのが全然違ったんで、副相のランキングが1位でも、首相育ててないとあそこの貢献値ってもらえない仕様になってたんで、いいと思う。反面、私は首相をいっぱい育ててたんで、あれですね。まあちょっと、もらえる量が少なくなるんじゃないかなと思っています。で、次に軍友走破のシステム調整と改善というところで、軍友走破がだいぶ変わるみたいですね。1グループ分け方法の改善。グループ分け方法を改善し、同サーバー内の同盟を同じ軍友走破グループに振り分けられることを避けます。まあ、警告でサーバー内の城をやっているんで、まだが軍友の方で、同じサーバー、の人がいると、まあ、組んだり、組まなかったり、なんかそういう問題が、なんか、人間不信になるというか、同サーバー内の同盟で他のサーバーの同盟をいじめるみたいなことが起こってしまうので、まあ、これはありだと思いますね。まあ、同サーバー内で戦いたかったら警告でやってくれって話だと前から思ってたんで、これはありがたいです。で、2番が高級戦線モードの追加。これが気になりますよね。高級戦線モード、王者戦線を追加いたします。戦闘の終了時間を問わず、攻防双方は最後まで戦うことが可能になります。どういう意味なんかな？ちょっとこれ全然意味がわかんなくて。落とした後の、なんかインターバル、15分のインターバルがなくなるのかな？ちょっとこれはやってみないとわかんないですね。個人、正直。で、最後なんですけど、公式の LINE スタンプが販売開始されてますね。もう、なんか、使ってる方とかいるみたいですけど、LINE の方で、このよく見る放置少女のスタンプが実装されてるんで、まあ、欲しい方は買ってもいいと思いますけど、正直このゲームやってない人にこれ送りつけても、なんやこれってなると思うんで、使う場面はかなり限られてくるかなと思いますね。放置少女やってる方とリアルで繋がってるのであれば、買ってもいいかなと思いますけど、まあ私は買わないですね。はい、っていう感じになっています。まあまあまあ、まあまとめると、城関係ですね、の、マッチング関係が改善されるっていうのと、馬長の虹、諸葛金、王将君の虹、源の義経の、まあ、多分2時かながやってくるっていう感じになります。まあ、これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。